光の雨は、立松和平の小説。1998年に新潮社から刊行された。連合赤軍事件を題材に、その当事者をモデルとする人物が、当時を改装する形で書かれている。2001年に映画化された、光の雨は、本作をベースとしている。本作は、当初、文芸史。 スバルの1993年8月号から連載が開始された。しかし、連載3回目の内容に実際の連合赤軍事件の当事者である坂口博士の著書に告示した部分が含まれていることが坂口の支援者からの指摘で明るみに出る。立松はこれに対して、 指摘を全面的に認め、スバルでの連載を打ち切るとともに関係者に陳謝した。その後、立松は、坂口や永田洋子ら事件の関係者に、謝罪の手紙を送り、それぞれ返事を受け取った。いずれも、作品の執筆を求める内容であったという。中断から5年後の1998年に、全面的に構想を改めた形で、 雑誌、新潮の3月号から5月号まで掲載された後。後単行本として刊行された。死刑制度が廃止された2030年の日本。予備校生の阿南光也は、アパートの隣室の老人が舞を発する規制肉状を、呈したことがきっかけで、その玉井と名乗る老人と知り合う。玉井は、元死刑囚で、死刑制度の廃止によって釈放されたのだった。 玉井は、自らが死刑囚となった理由であり、また舞与の規制の原因である、過去の、事件について、阿南に語り始めた。玉井が、約60年前、左翼過激派グループ、革命共闘のメンバーだったこと。革命共闘は、反政府運動の武装闘争を行うために、銃砲店を襲撃して、銃を手に入れたこと。グループからの離反者を殺害したこと。 やがて別の左翼過激派グループ、赤色パルチザンと連合して革命パルチザンを結成し、山中のベースキャンプで軍事訓練に励んだこと。アナンは何度も玉井の部屋に通い、途中からは恋人の高取美奈も誘って玉井の話を聞く。話はやがて赤色パルチザン出身の倉重という男の主導で行われた。 総括と称する同志への臨地殺人へと進んでいった。作品の性格上、実在のモデルが存在する人物が複数登場するが、プライバシーを考慮し、死刑判決が確定した2名と警察での取り調べ中に自殺した1名の記載にとどめる。以下は、玉いの階層に登場する人物。ありがとうございます。